ファン・ファン・メンヘレンは、オランダの画家、画商。本名は、ヘンリクス・アントニウス・ファン・メンヘレン。20世紀で、最も独創的、巧妙な原作者の一人であると考えられている。特に、ヨハネス・フェルメールの画作を制作したことで、有名である。オーファー・アイスル・州・デ・フェンテル出身。幼い頃から画家を、目指しており、オランダの古典派に属する画家に指示した。 美大への進学希望していたが、父の反対にあい、デルフト工科大学建築学部へ進学、デルフトのボートハウスの設計などを手掛けた。1913年に卒業制作として、絵画を提出し、建築学部の学生としては初めて、ロッテルダム賞を受賞し、画家としてデビューした。その際、受賞作品の販売を契約しながら、 複製画を販売していたことが発覚し、トラブルとなった。画家としては成功せず、ポストカードやポスターの挿絵を描いて、ここをしのいでいたが、自分を認めようとしない、オランダの美術界に復讐する、という動機から次第に贋作ビジネスに手を染めるようになり、没落した貴族から極秘に仕入れた絵画を売却しているという触れ込みで、多数の贋作を制作、販売した。 エマオの食事メーヘレンは主に17世紀、オランダ絵画の岩作を制作し、特に、フェルメールの岩作を好んで制作した。当時は、フェルメール研究が糸口についたばかりで、ごく一握りの専門家を騙せば、新作と認められたことから、岩作が作りやすい状況にあった。このため、まずメーヘーレンは、フェルメールの作風を模写するための研究を重ねた。そして、 題材はフェルメールが手掛けていないとされていた宗教画を描くことに決めた。そして、メーヘレンは当時の心眼判定方法で主に用いられていたアルコールを浸した綿で絵画の表面を拭くという方法を回避するため絵の表面にフェノール樹脂を塗り炉で一定時間加熱するという手法を編み出した。また、絵を描く際に用いるキャンバスは フェルメールらと同じ17世紀の無名の絵画から絵の具を削り落としたものを使用し、絵の具、絵筆でから溶剤に至るまで当時と同じものを自ら製作して使用し、さらに絵の完成後にキャンバスを丸めて、クラクリュールを作り、墨を塗るなどして古びた色合いを出すなど、その贋作の手法は徹底していた。このようにして製作されたエマオの食事は、当時のフェルメールの研究家たちから、 本物と認められ、ロッテルダムのボイマンス美術館が54万ギルダーで買い上げた。また、彼は、ダダイスムやキュビズムなどの現代芸術を軽蔑しており、古典派の具象がこそ芸術であるとの持論を持っていた。ある時、ピカソを絶賛する人物の前で即興で、ピカソ風の絵を描いたところ、相手がその絵を売ってほしいと言ったが、たとえ贋作を描くとしても劣った奴の贋作は、 描かないと言って、絵を破り捨てたというエピソードが伝わっている。1945年5月29日に、メーヘレンは、ナチスドイツの高官たちに、フェルメール作とされていた、キリストと開墾の女などの絵画を売った罪で逮捕、起訴された。ナチス協力者及び、オランダ文化財の略奪者として、当局は、長期の懲役刑を求めた。この厳しい選択に直面し、 交流中に、メーヘレンは、ナチスドイツに売却した一連の絵画、そして、エマオの食事が自ら制作した岩作であることを告白した。証拠として、法廷で、フェルメール風の絵を描いてみせ、さらに一連の絵画に対し X 線撮影などの最新の鑑定が行われた結果、彼が売りさばいた、フェルメールなどの絵とされてきた絵画が彼の手による岩作であることが証明された。 このため、メーヘレンは、売国奴から一転して、ナチスドイツを騙した英雄と評されるようになった。結局、ナチスドイツへの絵画の販売については、無罪となり、1947年11月12日に、フェルメールらの署名を偽造した詐欺の罪で、当時の量刑として最も軽い金庫1年の判決を受けたが、 すでに酒と麻薬で体を蝕まれていたメーヘレンは、間もなく、心臓発作に倒れ、翌月にアムステルダムで死去した。58歳遺没。1967年には、エマオのキリストの放射年代測定が行われ、20世紀の作品であることが確認された。ありがとうございます。